こんにちは、アミです。今日はこの2021年のルシェルブルーの福袋を開封していきたいと思います。ルシェルブルーは私の一番大好きなブランドなんですけど、今回初めて福袋を買ってみました。1万円と2万円を選ぶことができたんですけど、私は2万円の方を選びました。2万円の方が約9万円ぐらいのものが入っとるらしくて、全部で5点入っているらしいです。で、S と M サイズも選べたんですけど、私は S サイズを選びました。福袋って小学生ぶりに買ったから、なんか久しぶりにワクワク感を味わっとる。じゃあ開封していきます。まず1着目はトップスかな。まず1着目はこのトップス入ってました。で、この前の部分が V ネックになっていて、後ろがベルトかな、ベルトがついているデザインです。めっちゃ可愛くない？裾もこんな感じで切りっぱなしのデザインになっていて、めっちゃ可愛くない？夏に大活躍しそうなアイテムです。値段が載っていなくて分かんなかったんですけど、多分1万円から2万円くらいの値段かなって思います。1着目からめっちゃタイプなものが入っとったから、2着目も期待します。で、これは後で着てみます。次はこれ何やろ、スカートかな、スカートっぽい。ん、うわ、めっちゃかわいい。なんか普通のタイプのスカートなんやけど、ここがこんな感じで切り込みが入っとってフリフリしとる感じのスカート、めっちゃかわいい。ドタイプすぎる。これはなんかこんな感じのインパクトあるスカートが欲しかったから、めっちゃ嬉しい。冬はちょっと寒いかもしれんけど、生地がしっかりしとるから全然冬でもいけると思うし、ニットと合わせたらめっちゃ可愛くない？夏はシンプルな T シャツ合わせるだけでもめっちゃ写真映えしそうなスカート。とさっきのこの T シャツに合いそうなので、これとこれ合わせて着てみます。着てみたらこんな感じです。後ろから見たらこんな感じです。可愛すぎ。トップスもスカートも、トップスは前から見たら結構普通なんですけど、後ろがめっちゃ可愛い。こんな感じで結構大場面に開いとくて、多分このベルトで大きさを調節するんかな。可愛すぎん、このトップス本当に可愛い。これだけで結構大満足。スカートはこんな感じです。なんかスカートにインパクトあると、トップスはとシンプルなものを合わせてもそれだけでおしゃれに見えるから、こんな感じでインパクトある服めっちゃ大好きです。昔はスカートとか結構履いとったんやけど、最近はパンツばっかり履いとって、スカートがあんまり持っていなかったから、こんな自分のドタイプなものが履いとってもう本当に嬉しい。次開けていきます。次もスカートかな。じゃーん、またスカート入ってました。なんか今回はタイトなスカートで、ここにフリフリがついていて、これは取り外しができるタイプです。なんか昔こんな感じのフリフリなスカートを履いちゃったから、めっちゃ懐かしい。で、中はちゃんと二重になっていて透けないようになっています。ちょっとこれも履いてみます。なんか履いてみたら形がすっごい綺麗でびっくりした。なんかこのスカートもトップスはシンプルなもの合わせてもいい感じに見えるからめっちゃいい。今気づいたんやけど、ほとんど黒っぽいものが入っとるから、どれも合わせやすい。あ、このワンピースまだ売ってるらしいです。2万900円のものが 60% オフで8360円になっています。これだけで福袋ってすごい。次開けていきます。ワンピースかな、これ。こんな感じのベロア素材のワンピース入っていました。ここにベルトがついてるから、ここでウエストの調節するんかな。なんか1枚だけですごいインパクトあるワンピースです。これも着てみたいと思います。着てみたらこんな感じです。後ろから見たらこんな感じ。なんかベロア素材やからか分からんけど、すごい上品なイメージになります。着てみたらめっちゃ可愛かったです。今回はこのタートルネックを合わせてみたんですけど、なんかちょっと形が変わっとるシャツとか合わせてみたいなって思います。このワンピースもまだ売っとるらしくて、お値段が 39,600 円から 60% オフで 15,840 円になっています。でカラーがグレー、ブラック、グリーン、イエローの4色展開です。品のいい絶妙なシワ感が特徴的なワンピースらしいです。福袋やから普段自分が選ばん服に出会えるから、なんか新しい自分を見つけられる。
で、私が着ているこのワンピースはグリーンのカラーです。で、最後はこのピンクのカーディガン入ってみました。色味めっちゃ可愛くない？じゃん。なんか生地がめっちゃすごいしっかりしとる。じゃあこれも着てみます。着てみたらこんな感じです。なんか普通のカーディガンやけど生地が本当にしっかりしとるから長持ちしそう。と袖もこんな感じでちょっとここが長めに作られています。でピンクってあんまり買わんから、なんか何着ようかなって考えるだけでめっちゃワクワクします。もうこれで2万2000円は本当に衝撃。もう来年も絶対買います。これで福袋ってあのいいものが入ってるっていうイメージになったから、来年はいろんなところのブランドも買ってみたいなって思います。はい、ということで終わります。最後まで見ていただきありがとうございました。